電化3番、893番、ちょいき太郎です。本日のお話は、組長の家を間違えた？組長が家を間違えたかな？あのですね、そこそこ立派な家だったんですね。一戸建ての。要するに、ある社長が好意で貸してくれて、まあ、そこの社長と揉めるっていうことになって、揉めた、ね、トラブルがあったっていうことで、急遽引っ越さなきゃいけないと。もうなんか、怒りまくってですね、引っ越すぞって言って、もうトラックに荷物を乗せた状態で、まあ、先が決まってないのに出発するっていうような。で、結局、まあ、ある、その別の社長がある借家をね、探してきた。一戸建ての。まあ、随分狭くはなったけど、とりあえず、いいじゃないかということで、そこに引っ越すことになる。で、それは、建て売りの一戸建てなんですね。建て売りの一戸建てを賃貸でっていうことだから、同じような家が2軒並んでる。3軒か。で、真ん中だったんですよ。やっぱり一番立地が悪いところが空いてるんだなってことで。まあ、それ、当然中古ですよ。で、もう手狭になってちょっとの間だからって言って、まあ、自分たちもそういう用意をするんだけど、もう今度は車がギリギリすれ違えるかすれ違えないかのような道のところに駐車場があるわけなんで、前に横付けしてなんかドアをうやうやしく開けるなんてことはやりにくいなって、でもまあ、しょうがないやるわけですよね。走行してるんで。で、組長に聞いたんです、話を。そしたら、いや、大変なことがあったと。その、考え事していくと、そこ降りて、その家に行くと、手前の家に入ってしまって。インターホンからドアの雰囲気から、微妙に家が、色が違うんだと思いますよ。でも、夜とかだと、本当にわからなくて、で、ピンポンってして、おい、わしだって言ったら、違うと思いますけど、何が違うんかって。隣の家なんですよね。いやーとか言って。でも謝りに行ってこいって、自分謝りに行って、すいませんでした、昨日は。みたいな。でも、そう、すごいいい人で、そこの、いや、そんな、よくあるんで、まあ、前からあったのかもしれない。そう言ってたら、自分もやっちゃったんですよ。同じこと。ピンポンって言ったら、なんか言う前に、違うと思います。あっちゃー。普通だったら、他の若い人がいるから、すぐ、はいとか言って開けるんだけど、なんかもたもたしとるなー。何やっとんだと思って。間違えるんですよね。そうこうしてるとその家には小学生低学年ぐらいの子供がいて、そしたらそのちっちゃいその小学隣の子の男の子がすごいやんちゃで、いつもお母さんに対して暴れてると、いつも怒ってると、でお母さん泣いてるみたいね。ある日は本当にまあそれは近所のことだからって言って無視しといたんだけど、あまりにもひどいってことで、その時多分組長の他の若い人ぐらいだよね。組長がもう出てって、まあどういう風なやり方をしたか知らないけど、まあよその今だったら絶対アウトだと思うけど、隣の子供を懲らしめたらしいです。結構でおとなしくなったと。いや大丈夫かと、そういう話も聞いて、他の若い人から、いや大丈夫かと、そういやなんかやんちゃなね、聞かなそうなガキがいるなと思ってたわけですよ。でまあ自分ある日こう送って、その家の前まで行けって言ったら、その止めるじゃないですか。そうするとその小学校のガキが助手席なんで、そこの横にドアを開けに行くんです。でももう笑いますよ。どういうことかって、すごく感銘を受けて、どういうわけかいい子になっちゃったらしいです。で学校もあんまり行ったり行ってなかったりするんで、この子でドアいつも開けてペコッとあってましたけど、自分らは真似するんですよ、ニコニコして。もう親父ももういいよっつって、もうやらしとけっつって。だから何があったかわからないけど、もうそういう風に開けると見つけたら、そういうことね、何なんだと思ってびっくりしますけどね。もう今こうその子はどうなったのかなと思いますけど。でそういうようなことがあって、なんかいい感じのご近所関係になったから、家に遊びに来ることになったりする。で、家に近所の子たちが遊びに来るようになったりする。そうするとまあ姉さんはお菓子とかおやつとかたくさん出すからみんな来るし、何がその家が人気になったかって言ったら、とにかくゲームが何でもある。カセットのやつあるじゃないですか。カセット。あれがもうとにかく発売されると全部、あるんですよ。近くのおもちゃ屋に契約じゃないけど連れてって、出たらもうここに置いといてくれと。で小学校の学校の帰りなんですよ。そのおもちゃがうまいことできてますね。おもちゃ屋さん、金はもう週単位月単位で払うからって、最初10万円ぐらい置いといて、もう好きなの持ってけって、そういう風になって、結局それぐらい甘やかしてね、当時は。じゃあゲームがいっぱいあるから友達がみんな来るわけですよ。じゃあやっぱりそうすると転校な、それは親父も考えて、急に転校しちゃったもんだから、もう楽器もくちゃくちゃ変な時に転校してるんですよ。もう急に怒って出てっちゃってるから、だからその坊ちゃんに悪いなと思ったんと思うんですよ。でもそうやってやれば友達はやっぱり来るかなっていう風で、やっぱ案の定来て、そうするとなんかやっぱり前の友達と会えなかったっていうのはあるけど、いじめられることはなかったって言ってましたよ。本当はね、わかんないけど。
とんだ思い出がありますよ。今ゲームのなんか言ってみろって全然思い出せない。私やらないんで、だから子供たちが順番順番になんか一生懸命やってるからね、そんなのには覚えてます。でそれが小学校のぐらいだったから、そこのところにそんなことになったから家を建てるってことになって豪邸を建てて引っ越した。それが中1の時なんですよ。でちょうどそれが入学式に4月から間に合うようにって言って入ったんじゃないかな。当然入学式はちゃんとって言うけど、お父さん首長はね行くようなあれじゃないし、でもう自分が行くことになって、だからまだそれどうだろう、20歳ぐらいじゃなかったのかな、私なってなかったかもしれない。で行ったんですよ、ちゃんとスーツ着て入学式、私がおね、ね、そしたらなんと、私の中学校の、だからそっから5年ぐらいしか経って、よく考えたら5年ですわね。5年ぐらいしか経って、それは私の中学の時の一番なんか新しい新人じゃないけど来て、なんか私たちに全然喋れなかったような先生が学年主任だったんですよ。学年主任でうちの子のその坊ちゃんの担任だったんですよ。でもおーと、もうその挨拶でわかるから名前言われるよ、よしよしって、まだ名前覚えて、でそこに行って、あ先生先生って、俺だけどつって言ったら、覚えてるつって、いや覚えてるよ、何やって、どうして、いやもう言われる前に、これうちの親分のあの実施なんで俺が代わりに来たんだけど、あそうなんだそうなんだって、それもだからよろしくね先生頼むよ、分かった、うん、ちゃんとするからって、どういう会話だって。その先生もだけど本当にそういうこともなくちゃんとしてくれて、いい先生だったみたいだよね、それがね。なんかそんなこともあって びっくりしました。だから親父には、いや自分の時の中学の知ってる先生だったんで、ちゃんとお前仁義交わして名刺渡してくれたから渡してきたかって、よろしく言ってお前あのなんか持ってけっつって、花でも出しとけって、いやちょっと違うと思います、なんだわしは学校行ってなんで知らんからな、いやそういうことは宣伝よりしたらまずいと思います、いや今度は中学になって全く知る子がいないんでこれだお願いしますって。そんなのんきな時代でしたわ。以上です。